公園内にある第一無眼ウガムチャトカル国立公園は、ウズベキスタンタシケント州にある国立公園である。ウガムチャツカル国立公園と表記されることもある。タシケント州の北端、天山山脈の西に位置し、キルギス、カザフスタンと国境を接する地域にある。紀元前20から10世紀の間にはすでに公園内のチャトカルさんの絵が描かれていたとされている。 1947年に自然保護区として設立され、1978年にチャトカル山としてユネスコの生物圏保護区に指定された。公園としては1991年に開園、1992年にはウガムチャトカル国立自然公園として指定された。総面積は57,360ヘクタール。 公園内の標高は1,110メートルから4 0 0 0メートルまでの高低差がある。公園内には1999年当時で約2万5,000人が住んでおり、農業などに従事している。公園内では様々な鉱山植物を見ることができる。公園内にはチャトカル川が流れ、公園内の最高峰である大チムガンのふもとにある、チムガンやクンベル山のふもとにある、 ベルデルサイというスキー場ではスキーを楽しむこともできる。ありがとうございます。